パリコレ。さあ今日のゲストはザ・ノーティードックスから平まさきくんです。まさきくんよろしくお願いします。まずは簡単な自己紹介お願いします。はい、平まさきです。みんなからニックネームチョマって呼ばれてます。チョマなので宮古島の皆さんもチョマで覚えてください。チョマ、イエーイ、チョマです。チョマです、はい、ちなみになんでチョマって呼ばれてるんですか。ですね、バンドプロフィールの読み間違い、友達の読み間違いで、ほう、ベースやってて、ベース、はい、でコーラスまさきってプロフィールに書いてたんですけど、うん、まあ、ベースは BA って書いて、そうね、 BA ね、友達はみんな読めるんですよ、そこは、うん、コーラス CHO って書いて、そうね、 CHO って書くよね。で綴りでその後まさきって書いてたら、コーラス読めない友達がいて、うん、ちょまさきって読んじゃって、ちょまさきちょまさき、そっからなんか勝手に縮まって、ちょま、ちょま、ちょまって呼ばれて、え、そんな理由、はい、あ、じゃあ今見てる宮古の人はちょまって知らないんだ。そうですね、多分未だにまさきっていう友達もいますし、親戚なんて全然知らないと思います。あ、親戚も知らない、はい、じゃあ今日はちょまって呼んでいいの。あ、全然お願いします。あ、じゃあちょまで。あ、出身校。出身校、はい、小学校は北小学校、北小で、中学校は北中学校で、うん、宮古工業高校、あ、工業、うん、電気情報科卒業して、うん、その後も那覇に出ました。へえ、ちょ、匠の後輩？そうだね、俺も北中。北中。あ、じゃあ2人はじゃあ今は知ってる関係ではない。そう。ないですね。自分は一方的にサッカーやってたので小学校。有名でしたからね。声小さい。で、俺はだからそのチョマは音楽の仲間というか、うんうんうん、今回まあ先輩後輩というか、で一緒にこうライブハウスで一緒にやったこともあるんで。へえ、そうなんだ。そう。だからタクよりはもうめっちゃ俺仲いい。そうだね。俺も思った今。思った、うん。俺よりは絶対仲いい。で、その実家はどの辺なの？実家どの辺って聞いてるのかな？あ、全然大丈夫です。実家はですね、うん、引っ越して。あ、はんはん。前は北中の上にある北団地でした。北団地知ってる？へえ、めちゃくちゃ近い俺。そう。あ、そうなんだ。めっちゃ近いね。いつもお母さんに挨拶しに行く。もうだって。え？お母さんの挨拶？もう向かいぐらいの距離。じゃあそっちの方が仲良し。そうだよそうだよそうだよ、 そうだよ。この間宮古島さん、宮古島牛の宮古牛の冷凍餃子いただきました。うまいよねあれ。うまいよね。うま、俺もよく送られてくるの。へえ、めちゃくちゃうまい。だってそんな親しいんだ。そうです、お母さん同士が仲良くて気づいたら自分もなんかすごくないびっくり、今質問できなくなってきた。俺より匠より匠の母ちゃんの方が親しいってこと。びっくりしすぎてる今俺。隠そうと頑張ってるけど、ちょっと恥ずかしいもん、なんか。なんで恥ずかしい。俺、なんか全部知られてるみたいな。今、バンドやるきっかけってなんだったんですか？あ、そうですね、中学校、まあ、実際に高校の1年までサッカーやってたんですけど、うん、サッカーやってた。高校のグラウンドまで音楽室、軽音部の音が聞こえてきてて。聞こえる。聞こえるよね。すごい鳴ってて。うん。で、もともと小学校の時にオレンジレンジ好きで一人で都のロックフェスとか行ってたんですよ。へー。で、まあ、そこに憧れて、もうなんかボール蹴ってる場合じゃなくて、ちょっと楽器触りたいなって思って。ごめんなさい。なんかちょっと。ごめんなさい、今否定したみたいになったんですよ。ボール蹴ってる場合じゃなくて。ボールしか蹴ったことなかったから。その感情は分かんないけど、俺には。大丈夫。俺には分からん感情だからよかった。人それぞれだからね。そう、人それぞれ。いいことで。それで高校1年生から、楽器始めました。で、俺なんか聞きたいことあったんだけど、だからさっき言って、こう、沖縄にまず行ったって言ったよね。はい。高校卒業してすぐ沖縄ですね。ってことは東京がすぐじゃなかったところでしょ。はい。沖縄で何してたの？沖縄でもバンドしてました。ええー。まあ、高校卒業して専門学校、音楽学校に行って、うん、そこでも専門学校の友達とバンドをして、ええー。でそれで中年ぐらいはもう那覇で、うん、あ、中心に沖縄本島でやってました。え、じゃあ今のグループは東京出てきてからですか？それとも沖縄でやってて一緒に出てきたんですか？沖縄でやってて一緒に出てきました。なるほど。ただこの専門学校の時にやってたバンドじゃなくて、それが解散してやってるメンバー集まって、で面白いことに、うん、宮古島、ドラムが久米島で、ギターボーカル石垣島っていう、トリプル離島。そうです、四万十だ。四万十の宝だね。え、すごっ。で、2019年の7月に結成して、うん、で沖縄で何本かライブやった後にもうみんなで東京出ようぜって言って出てきました。へー、すごい。すごいね。じゃあ東京、ね、出てきて今も
ライブ活動感が。そうですね、実際みんなが揃ったのが、21年、あ、まあ、自分が一番最後に出てきた21年の1月、うん、でライブ始めたのが21年の6月なんで、これをきっかけにこうね、うん、チョマのこうバンドがね、はい、まず宮古島の人にまずね、みんなが見てくれると思うんですけど、ね、今度さ、うん、タックの母ちゃんチョマでやろうよ。やろうかゲスト俺のお母さんも。じゃあ1年ちょっとで感じたことあります、ギャップとか。1年間移動が大変だなって。うーん、なるほど。そうね、未だに電車覚えられないですね。難しいよね。難しいです。あ、そうね、沖縄だったら車だもんね。車です、ずっと車で移動してたんで。あと楽器持っていつも移動するんで。あ、そっかそっかそっか。なるべくは車に乗せてたんですけど、電車でこうやってる時に、満員の時とかはもう人の目で気にしますね。出てきてさらになんか沖縄の良さとか宮古島の良さを感じたことあります？あ、そうですね、沖縄そば大好きなんで、いろんな沖縄そば屋に行けるのはいいなと思って。沖縄で確かに。あ、そう、ね、分かる。沖縄いる時は毎週1回いろんなそば屋めくってたんですよ、それをインスタに上げたり、俺そば大使だぜみたいなのを自分でやってたんですよ。そば大使行けるな、行けるかもこれ。だからもうすごい沖縄だといろんなそば屋行けるのがありがたかったです。うん、え、けど東京でそれやったんじゃないですか。東京にある沖縄そば全部回って週1で。そうなんですよ、今日も調べながら来たんです。ちょっとバンドメンバーでもあったらかなり面白いです。石垣もいれば久米島もいる。これ挑戦してみます。これショマの未来が関東すごい、あのこっち来ても連絡くれる友達とかいて、うん、大丈夫かとか。お、大丈夫。 CD 出した時にもう買うからあの名前も送ってみたいな。うん、今でもお世話になってた美容師さんとか、うん、俺が10枚買って手売りするから、とりあえず送るみたいな。あ、そうなんだ。もう離れても全然近くにいるような感じは、うん、人としてはすごい温かみあるなって感じます。うん、いいですね。まあ、言い方に問題だけど、土足でさ、ズタズタズタって入ってくるじゃん、うん、あれがこう、なんていう、仲良くなるし、なんていうかな、あ、縁というか、はい、ヤスの得意技。俺の得意技なんだけど。すごい。そうでした。そうでした。あの、土足でじゃないですよ。土足でじゃない。そうでした。あの、東京来てライブできない時に、うん、ヤスさんに SNS で連絡して、うん、あ、まだ知らない時ね。そうです。俺が。いつかご挨拶させてくださいって言ったんですけど、翌々日ぐらいに、うん、いつかじゃなくてすぐお前のとこ行くよって来てくれたんですよ。いつかって来たから、俺いつかっての嫌いだから、じゃあいついつ空いてるって言って、じゃあそこで行くわっつってそういうのやって、めっちゃいい人マジ独特が上がり込んでくれないけど、めっちゃいい。それきっかけで東京での初ライブが、そうよね、皆さんのおかげでできました。後輩からしたら超嬉しかったでしょ。超嬉しかったですね。不安もあるしね。行動力があるメッセージもらったのはやっぱこっちですからね。まあ、確かに行動力がめちゃくちゃ偉い。子ども食堂ってみんなの居場所なんです。子どもでも大人でも一人でも家族でも、食いしん坊もおしゃべりも照れ屋さんも、一緒に食べる温かさが笑顔をともしてくれるから、心をつないでくれるから、全国子ども食堂支援センター結びえです。 AC ジャパンはこの活動を支援しています。パリコレ。まあ、でも今はね、こう東京出てきてちゃんと音楽活動して活躍してるアーティスト、チョマの今後の目標をちょっと教えてもらいたいな。知りたい。はい、目標はですね、宮古島の大きなロックフェス、まあ、自分の音楽との出会いになったあのフェスに今のバンドで出ることです。おー、もう見てくれてるかもしれないですね。宮古島ロックフェス、はい、出演。あの今のバンド、ザ・ノーティ・ドッグスっていうバンドがですね、まだ沖縄で 2,3 本しかライブしてない中で東京出てきたんで、まあ、沖縄での認知度は広めたいのはもちろんなんですけど、うん、まずは島の人に知ってもらいたい。あ、でもこれめちゃくちゃいいきっかけになる。はい、本当に叶うことを俺たちも願って応援してます。応援してます。ありがとうございます。俺たちも頑張っているんで、一緒に頑張っていきましょう。本当に今日は素敵な話たくさん聞けた、ね、じゃあ最後にね、ジョマからこう今日のこの番組を見てくれてる宮古島の方へメッセージをお願いします。はい、バンド名がザ・ノーティードックス、まあ、いたずらな犬たちっていう意味なんですけど、自分個人的にはノーティー聞き返す、宮古島でノーティーってあるじゃないですか、うん、それ聞き返してくれるような、うん、何度も聞き返してくれるような音楽届けていきたいと思いますので、ノーティードックスとチョマセットで覚えてください。これから、宮古島盛り上げられる音楽で、届けていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。
願いします。お願いします。今日のゲストはチョモでした。ありがとうございました。